4月3日木曜日 PM テクニカル分析です。フォレックス TV ジャパンの武藤がお送りします。夕方のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で、アセンダントの山中さんが今夜のヨーロッパマーケットの値動きを予測します。午後5時半現在のドル円相場は102円80銭から85銭、ユーロ円相場は160円55銭から60銭です。それでは山中さん、よろしくお願いいたします。 PM テクニカルです。最近ドルがだいぶ強い戻しを見せてますので、今日はですね、ドルインデックスのチャートを久しぶりに見てみたいと思います。こちらはドルインデックスの日足のチャートになるわけなんですけれども、ここしばらくですね、3月の中旬以降は揉み合いになっているということがわかるんですけれども、大きな流れを見てみますと、2月の下旬に、それまでなかなか抜けなかった74ですね、インデックスですね、74の後半を下抜けて以来、大きく、ドル安が進み、その後は、揉み合いを、少しずつ、形成しつつあるという感じだと思います。大きく抜けたところというのがちょうど画面の上の方を左から右に向かって横切っているところで、74の後半というところになるんですけれども、ここ最近のですね、ここ数週間の揉み合いとしてはちょうど三角持ち合いっぽい形になってますね。ちょうどピンクの点線で、下の方のサポートと上の方のレジスタンスが引いてありますけれども、一旦安値をつけた後はですね、下値を切り上げる形、そして上値を切り下げるような形で、ちょっと揉み合いに入ってきているという感じだと思います。この揉み合いをですね、上に抜けるか下に抜けるかによって、今後の動き、また、だいぶ違ってくるんですけれども、当面のこの動きがですね、強い方向に行くと、いうようなことを考えた場合のターゲットとして、2つほどですね、考えられる水準としては、この、三角、持ち合いっぽい、レジスタンスの、前回の高値の近辺ということで、73.20 レベルですね。そして、そこからですね、さらに上に行くとした場合の水準としては、73.85 レベルというようなところを考えることができるんですけれども、現在、72.43 水準に、位置してますので、それぞれこの73の前半、73の後半というところは、現在の水準に比べて、大体 1% から 2% 程度、上方向ということになりますので、そうした水準をですね、ドル円に当てはめますと、大体 1、2円ということになるかと思いますし、ユーロ等に当てはめたとしても、現在の水準からですね、150ポイントから200ポイント程度というようなところは、いかにも、この先さらに調整が入る可能性はあると思うんですけれども、逆にそこからさらに、ドルのインデックス、戻していくためにはまだもう一つ、材料が必要ということにはなってくるんではないかと思います。とりあえず、今週もですね、週末明日、雇用統計とか、控えてますので、それまではちょっと、動きが、鈍くなってくるとは思うんですけれども、引き続きですね、ドルの上値方向の動きには、十分な注意が必要かと思います。以上です。山中さん、ありがとうございました。 PM テクニカル分析をお送りしました。この後は午後7時30分から夜の FX フラッシュをお送りします。